ただいまから新国立競技場整備事業非公式を執り行いたいと存じます。新しい国立競技場はスポーツを通じて日本と世界をつないでいくものと信じております。多くのアスリートがこの競技場で自己の限界に立ち向かい、人や社会を元気にしてくれると信じています。2020年の東京大会は成熟した日本から新しい歴史を紡ぎ、誇りを打ち立てる絶好の機会と考えております。多目的で多様性のある素晴らしいレガシー、東京の財産となっていくことを期待をいたしております。市民に開かれた次世代に引き継ぐ森のスタジアムを工期内に無事故無災害にて完成させる決意でございます。それでは参ります。新たなるレガシーへ。